るんですか？実は近江物語5ブラックの開発マル秘資料が手に入ったんだけど、これを餌にすれば渡るんが釣れるんじゃないかなって。へえ、そんなので釣れますかね。渡るんはこういう極秘ネタが好きだから、意外とあっさりと釣れ、はっ、釣れるわけないでしょ。人なんだと思ってるんですか。渡るんだったらさ、こう意外とパクッとなんてね。食べないですよ。ごめんごめん。それにしても先輩、また開発マル秘資料を取ってきたんですか？ちょっと取ってきたってなんか人聞きが悪いな。ちょっと借りてきただけだよ。渡るんだってこれ見たいでしょ。近江物語5ブラックの開発マル秘資料。まあそれは否定しませんけど。ほら、やっぱり好きなんじゃん。いやだって今までの開発マル秘資料もすごく興味深い内容ばっかりだったんで、うん、そりゃ見たいですよ。もうしょうがないな。じゃあ早速資料を見ていこうか。楽しみー。 3,4 ブラックシリーズの ST といえば、うん、回転数でゲーム性が変化する複数段階構成が基本で、うんうん、今作も前半と後半の2段階構成になってるっていうのは知ってるよね。もちろん、うん、そして ST の前半はブラックパールゾーンっていうのがお決まりだったのも知ってるよね。当然じゃないですか。でもね、うん、今作の ST 前半はブラック神殿ゾーンになってて、うん、ゲーム性が一新されてるんだよ。そうなんですよね、うん、実は私それがすっごく気になってたんですよ。そうなんだ。そう、近江ブラックシリーズは初代から数えて今回で4機種目になるんだけど、はい、ゲーム性の幅を広げつつ新しい演出を取り入れて、うんうん、新機種感を出していきたいっていう思いからブラック神殿ゾーンが搭載されたみたいだよ。あー、だから打った時に新鮮味が感じられたんですね、うん、なるほどね。ちなみに今回はブラックパールが祀られているブラック神殿がメイン舞台になっているんだけど、うん、そこにはブラックパールはもちろん、うん、骸骨船長がいたり、うん、財宝の間があったりするから、ブラックの世界観をより深く楽しむことができるようになってるんだよ。お、今まではブラックパールだけだったけど、うん、神殿にはまだまだ知らなかった謎がいっぱいあるってことですね。そうだね。なんだか考えただけでワクワクしちゃう。そうでしょ、うん、ではでは早速、はい、ブラック神殿ゾーンがさらに面白くなる、うん、演出のマル秘法則を紹介していきましょう。イエーイ。まずは図柄転廃後に発生するスーパーリーチ繊維演出、うん、こちらは奥に行けば期待度がアップします。財宝の間スーパーリーチならチャンス、うん、骸骨船長スーパーリーチなら大チャンスとなります。骸骨船長スーパーリーチに発展すればドキドキですね。そうだね。クラゲが出れば、うん、財宝の間スーパーリーチか骸骨船長スーパーリーチに期待です。うん、さらにさらにこのタイミングで魚群が出れば、うん、骸骨船長スーパーリーチ発展の大チャンス、そこあたりにも期待できるかも。おー、これは見逃せない。絶対に忘れないようにしなきゃ。うん。3,4続いては今作から新搭載されたプレミアム ST のゴールドパールラッシュについて見ていきましょう。よろしくお願いします。はい。これまでのブラックは、うん、大当たり確率約199分の1、うん、ST 突入率 100% でいわゆる遊びやすいタイプなんだけど、うん、これだと遊びやすい分出玉感がややマイルドになってしまうので、うん、遊びやすさだけじゃなく出玉感が得られる瞬間も楽しんでもらいたいという思いで、うん、ゴールドパールラッシュが搭載されたんだって。なるほど。確かに安定感のある遊びやすさは魅力ですけど、うん、出玉感も欲しいですもんね。そうでしょ、うん、ゴールドパールラッシュに突入しなくても、うん、今までのブラックと同じ感覚で勝負できるように考えて今のスペックになったみたいだよ。ほー、最初はゴールドパールラッシュがやりたくて、うん、もっと突入率が高ければよかったのにって思ってたんですけど、まあでも確かにそれだとブラックの良さがなくなっちゃうかも。そうなんだよね、うん、オーミファイブアグネスのハピネスチャンスもそうだけど、うん、あの絶妙なバランスがねいいんだよね。いや本当バランスって大事、うん、ちなみに開発時は機種がブラックなので、はい、超ブラックモードとか、うん、イケイケ感を出すために歌主体のライブモードとかも案としてあったらしいんだけど、はい、まあ、最終的には神々しい金色の世界をイメージしたゴールドパールラッシュになったみたいだよ。おお、いやでも超ブラックモードにライブモード、うん、それもどんなモードか気になるからいつか見てみたい。そうだね、うん、いつかもしかしたら形になるかもしれないね。なってほしい、ね、さあそれではゴールドパールラッシュ中の演出のマル秘法則もご紹介しちゃいましょう。おお、
まずご紹介したいのはオカルト予告です。オカルト予告、うん、あの海物語ってさ、私たちもいろいろ独自の持ってるけど、はいろ、はいろなオカルトがね、みんなもあると思うんだけど、はいはい、うん、その中の一つに停止デメのオカルトがあるんだよね。ああ、このデメが止まると大当たり近いかもみたいなやつですか。そう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 、うんうんうん、そのオカルトをね本物にしちゃったっていうのがこのオカルト予告なんです。そういえば過去の回で海の声さんがオカルトを参考に演出を作ったりしてるって言ってましたもんね。そうよ、よく覚えてたね。まあまあまあ、ね、私なんで、はい、あのまずはね、うん、1から5図柄がシグマ系に停止するシグマ目、はいはい、これが止まると大当たり濃厚となります。これはウリンのブルブルチャンスでおなじみの出目ですよね。そうだね、うん、上段に1と2が止まるとおっってなって、うん、下段に4と5が止まると3止まれってめっちゃ力入っちゃう。そうだね、はい、分かるなその感じ。でも渡るんがおって言うと一瞬なんか違う人いつも出てくる。ちょっと出ちゃうワクワクしちゃってる。はい、ワクワクしてますこういうさおってさ思ったりとかさ、うん、力が入っちゃうっていう時ってなかなか止まってくれないんだけどさ、うん、そうなんですよ。なんかすごいふとした瞬間に気を抜いてる、こう油断している間にシグマ目が止まっててうわーってなったりするよね。わかる、ね、あるあるですね。そうなんだよね、うん、さあ次は、はい、341トライアングル目です、うん、これは341図柄が上段と下段で三角形や逆三角形を形成する出目で、はい、こちらの出目が停止すれば10ラウンド大当たり濃厚となります。海物語で341といえば、うん、中央ラインに並ぶ出目がおなじみですけど、そう、ね、これ三角形なんですね、うん、間違いないようにしないでもね、あれなの、うん、341で三角形を形成してても、はい、中段の図柄が違う場合には対象外となるので、これはご注意ください。気をつけます。はい、そして最後は世間で噂されていたリーチ目です、うん、中央ライン199と右下がりの339、この2パターンでどちらも停止すれば10ラウンド大当たり濃厚となっています。これね、知ってますよ。知ってる。そう、この前よく行くホールの常連さんに教えてもらったんですけど、ちょうど海物語のファンにとっては有名なオカルトだったんですよね。そうだね、うん、それが形になったということですね。素晴らしい。はい、そしてお次はテンパイ図柄です。ゴールドパールラッシュ中は上中段でテンパイするので、4図柄テンパイ時には中段の図柄が緑の4図柄になることがあります、うんうんうん、そしてこの緑の4図柄テンパイした場合にはその変動か、うん、保留内で大当たり濃厚となるんです。へ、海物語シリーズでは珍しい特殊なテンパイ系ですよね。あ、そうね、うん、いやでもこれはテンパイした瞬間に違和感あるかもしれない。あ、そうだね、うん、これすごく覚えやすいかも、ね、覚えやすいかも。実際に見てみたいね。はい、見たいです。他にもこんな法則があるので、うん、ゴールドパールラッシュ中はチェックしてみてくださいね。はい、知らないと見逃しちゃいそうな法則もあるのでしっかりと覚えておかないといけないですね。うん、三四。はい、ということで、はい、大海物語5ブラックの開発マル秘資料は以上となります、うん、わたるんどうでしたか。いや毎回そうなんですけど、うん、打ってるだけでは知り得ない情報って本当に面白いですよね。そうね、いや私三四に入ってよかったです。あ、そう言ってもらえると私も嬉しいよ。よし、それじゃあ、え、何やってるんですか。いや、せっかく作ったからなんか釣れるかなと思って釣れるわけないじゃないですか。いや、やってみないとわかんないじゃん。おー、早速来たよ。嘘でしょ。おお、これは大物だよ。来い、来い、来い。おはようございます。あ、やっぱりこの会社に入ったのは失敗だったかも。ウェブで検索。